こんにちは、皆さん。下の角度からこんにちは。ですね、今日は私たちこれから買い物に行くんでございます。はい、週一で大きな買い物をします。大きな買い物と言いますとですね、まあ、週一なもんですから、食料品の買い出しが1ですね。まあ、そんなもんでございましょうか。ちょっと私の最近の悩み言ってもいいですか？ちょっとシェアしてもいいです？まず一番初めに、私昨日髪の毛やったんですよ。なんかさ、紫とブルー結印させたんだけど、まだちょっとなんかオレンジ系があるね。まあ、なんか私もともと髪の毛ピンク入れてたから、まあ、こんな感じになったよね。まあまあまあいいとして、まあいいとして、ちょっと気になるけど、まあいいとしてですね、最近の私の悩みはですね、いいですか？お洋服買いたいのよ。お洋服、皆さん、私が今着てるこのさ、このワンピースなんてさ、もう2年3年ぐらい着てるよ。3年ぐらい着てるよ。昔ザラで買ったやつ着てるのね。毎年夏だけど、ハワイに来てからはもう年中着てるわけです。で、私の悩みはですね、その服が欲しいじゃんか。服が欲しいんだけどさ、そういう大きい会社が儲けてる安いお洋服を買うのはもうやめたんですよ。したくないのね。わかりますか？環境汚染のこともそうだし、ね、人の労働もそうだし、なんともこう私は賛成できないから。昔はそういうの知らないからね、買ってたけど、今はもう学んだ後はやっぱりね、できないわけ、私はね。じゃあちょっとちゃんと環境のことを考えた会社にしようかなって言ってさ、でいろいろ調べるんだけど、割とインスタグラムとかで個人でやってるようなところ、まあ、小さい会社だよねとかの方がしっかりと気持ちがこもってね、やってるから。だからそれでいろいろインスタグラムとか見てみるのね。見てみるんだけど、会社もいいしさ、デザインも可愛いしさ、お洋服もオーガニックコットン 100% とか、ヘンプとか、なんかそういう感じの生地を使っててさ、一つ一つに時間をかけて、ちゃんと気持ちがこもっているお洋服なわけよ。感謝するじゃん、そういうの。なんだけどね、そうなるとね、1個のワンピースが200ドル近くかかるわけよ。日本円でいくらぐらい？2万4000円とか、そんぐらいするわけじゃない、一つのワンピースに。で、結局はさ、そういうお洋服を買ってね、一つお金かかるけど、それを買って長く着ようよっていうのが大事なことじゃない？私もそれはそう思うんだけど、でもなんか自分のお財布と見合わせた時に、一つのワンピースにさ、その200ドルも費やせないわけですよ。わかりますか？それは皆さん同じでしょ？同感するでしょ？でね、じゃあ他のものを見てみようか。もうちょっとこうサステイナブルだし、エコだしねっていうので、もうちょっといいのないかなって思ってみるんだけども、逆に今度はそういうのがありすぎちゃって、埋もれちゃってて、でそれでなんかもう、そうすると時間のね、かけ具合がもう半端ないし、なんかすごく、なんていうの、時間かかっちゃうのね、一つ一つの作業に。でそれでもう疲れちゃって、なんかもう家事と家事の間とかにやってるから、で全然服は買えないような状況がずーっと続いてて、でまあ手っ取り早いのはね、私が自分の気持ち、この決めた中とか自分の気持ちの中で手っ取り早いのは、もうスリフトストア、リサイクルショップ、アメリカで言うね、に行って、このセカンドハンド、一回誰かが来たとか何回でもいいけど、その人が前使った古着、ユーズドの服を買い回すことが自分のこのルールの中でもこうこうきっちり当てはまるわけですよ、今のところ。だからじゃあそれならいいじゃない。だけどさ、そうするとさ、そのお店に行くでしょ、そのリサイクルショップに行くじゃん。でそうするとね、自分の好きなデザインと自分の体のサイズとね、あとその形とかどうとかっていうのを選ぶのにまた時間がかかるわけですよ。
わかる？この気持ちわかる人いますか？で、私はいつもこいつと、エリソンと一緒にいるから、エリソンはそんなに時間くれないよ。エリソンはそんなに時間くれない。ね？だから、服を買いたいし、ね、そういうリサイクルショップにじゃあ行けばいいじゃんって話なんだけど、時間が一つ一つにかかりまくっちゃって、っていう話なんですね。で、じゃあ今オンラインでリサイクルショップのやつありますよ、セカンドハンドのっていう話じゃんか。ね、いっぱいあるじゃない今。だけどさ、それもね、結局時間がかかるわけよ。一個のデザインとかさ、で、サイズ。で、正直な話、私何回もそういったオンラインの、セカンドハンドのお店で買い物してね、失敗したことが何回もあるの。で、結局私は今ハワイに住んでるからさ、あー失敗した、じゃあサイズが合わないとかさ、形が思ったのと違うとかいろいろあるじゃないね。で、それで、あ、じゃあリターンするかってなるとさ、送料の方がかかっちゃって、結局買ったものより送料の方が高くなっちゃうから、返品するのも無駄みたいなっていう状況になってしまうわけ。そしたら私が結局さ、お金を払って買った古着が、その、まあ、要は古着屋さんにまた行くことになるわけですよ。それも、なんていうのかな。もうそこら辺の古着となってくるとさ、リサイクルショップ、買い取ってくるリサイクルショップに行ったところで買い取ってくれないからね。だから、すごいリサイクルショップも、すごいピッキー、選ぶ。っていうのも、ハワイのそのリサイクルショップとかってなるとさ、物がすっごいありすぎちゃって、全部ホイホイホイって買ってくれないのよね。グラムにわけでもないし、一個一個見るしね。大丈夫？そうなの。すごいピッキーだからさ、だからこの間私友達と、服売りに行った時も全部帰ってきて、なんかまあとりあえず今すごくお店に物がありすぎちゃうから、これ本当は言っちゃいけないんだけど2ヶ月後に戻っておいでとか言われたりとかして、2ヶ月後だってまたオープンになるからみたいな、今すごくピッキーになってるから、そのごめんだけど今回は買い取れないからねって言われたのよ。そうだから、そんなんでさ、無駄することが多いね。無駄は結局私の損になるわけだし、無駄はしたくないじゃないですか。だからそれのもうなんかサークルなわけですよ。え、この人なんで渡ってんだろう今。今行くの。赤ですけど。そんな感じで、すごくお洋服に関しては頭を抱えてるような状態で、なんかないかな。結局まあ自分でね、時間を作ってリサイクルショップに行くのが自分の中でも好きだし、掘り出すの好きだし、古着好きだし、だから一番その合ってるんだけどね。どうしても時間を見つけるのがあんまりちょっと今難しいかなっていう感じなんで、まあ、そんな感じなんですけどね。今日はそんなことを言いつつも古着屋さんに今向かっておりますっていうのも、お洋服がなさすぎちゃって、なさすぎちゃって辛いんで、もう考える、目をつぶったら考えることは全部服みたいな、食べてる時も何でも服のこと、この服欲しいな、ああいう形の欲しいなとか思うんだけど、でも全然なんかもう見つからないし、それでね、オンラインとか行ったってただ時間を潰してこうダラ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 見てるだけとかで、もうなんかもう歯がゆいわけですよ。だからもう今日はちょっと気持ちを引き締めて、エディソンと一緒にリサイクルショップに来ました。その古着屋さんに行って、でその後に食料品の買い出しに行こうと思います。今日行くとこはここだよ。ショットグラス、ショットグラスいらないな。おお、ハロウィンのものがいっぱいあるよ。食器ダイス。食器は大好きよ。だから食器見てる場合じゃないんだけど、私は。食器は大好き。私はもう食器、全部食器はこういうところで買います。割っちゃうから。引っ越しも多いしね、うちは。
最高。この混み用といったらないね。そうそう、シナモン、あ、シフォンケーキのさ、シフォンケーキのさ、欲しいよ。かわいい、これはかわいい。めっちゃあるやばいんだけど、テンション上がる。私が好きなスカートセクションに来たんですけど、皆さん、かわいいってかわいいって、私がさ、お店でさ、びっくりしたやつ、一番びっくりしたの、あの、あ、これかわいいなと思ってよーく見て、なんかちょっと他のと比べて長めだったからさ、で、シースルーな感じだったの、すごいかわいくてね、で、あ、これかわいいと思って撮ってみて、で、タグ見たらさ、アレクサンダーワングのやつだったの。値段いくらだったっけ、12ドルとか21ドルとかそんな感じだったね。やばーと思って、でなんかだ、あ、こういうところってね、絶対に気をつけなきゃいけないのがさ、まあサイズもそうだし、デザインもそうだし、値段もそうなんだけど、あと穴開いてたりとかさ、ほつれてたりとか、もうそういうのもね、すっごいあるから、本当に気をつけてみないといけないじゃない。だからさ、結構時間かかったんだけどさ、はい、まあ、なん、やっと終わって私は結構満足なので、これからですね、ちょっとドンキホーテに行って納豆を買おうと思います。 OK ですか皆さん。ちょっと場面場面であんまりビデオ撮れてなかったかもしれないけど、とりあえず行くぜ。私は今日やらなきゃいけないこといっぱいあるからやるんです。本当に主婦を舐めちゃならんよ、やることがいっぱいあるねん。納豆だけと決めてるの。もうね、これがドンキに行くんだけど、ハワイのドンキ、ドンキはうん、これだけとかって決めてないと本当に大変なことになってしまうからね。え、何これ美味しそうみたいな、え、こんなんも出たの、試したいみたいなね、ってなっちゃうから納豆だけ。来るたびに見てるんだよ、これをずっと見てんの。このさ、回転そうめん欲しいんだよ欲しいんだよね、でもな、うんっていう感じ、うん、どうしようかなって、毎回どうしようかな。はい、オッケー、行きましょう。はい、行きます、行きます。うん。
これ買わされました。ね、こんぐらいいいさ、一個してるしいいさ、かわいい。ありがとう。ずっと寝ております、この方。大丈夫、私かわいい。怪しいんだよこのカメラ、ちょっとボケてるかもしれないんだよな。はい、また今回もボケておりましたね。設定を間違えておりました、申し訳ございません。これが最後になりますのでよろしくお願いしますね。これからですね、コストコの購入品をちゃちゃっと紹介したいと思います。まずですね、これがちょっと邪魔だね、買ってきたやつ全部。あ、今日ねコストコではね約185ドルだったかな、買ってきました。普段うちは5人家族なんだけど、普段、200ドルで抑えられたらいい方で、行く時は250、230ドルぐらいとか週1でかかるんだけど、だいたい200ドルから250ぐらいに収められたらな。250いったらちょっと行き過ぎだから、200ドルぐらい強弱あって200ドルぐらいで抑えられたらなっていう感じで、コストコには週1で買い物行ってます。基本大体コストコで買ってて、であとほらこうやって納豆とかさ、あと何なんかちょっとこうちょびっとだけ必要っていう時はローカル の, あのスーパーとか行くけど、まあそんな感じです。はい、 OK。 じゃあまず一つ目、見えるよねこれ。これは、オーガニックのリンゴです。子供たちがね、このつね、これね、これもさコストコのピーナッツバターなんだけど、子供たちがこれにリンゴをつけて食べるのが好きなの。私も好きだからリンゴさ買ってきてって言われてるから、そう買ったので、ちなみにこれは舌に向けてすごくきつく締めて舌に向けて収納してます。固まっちゃうからで、常温で OK なのね。冷凍庫入れると固まっちゃうからさ。で次、これはパパイヤです。パパイヤってみんな知ってる？パパイヤ、そう、すごい美味しい。すごいジューシーで、オーガニックとかではないんだけど、でもみずみずしくってさ、ハイドレーションできるから買ったよ。そうでしょ。で次にこれ、オーガニックの卵でしょ。これはまあ毎日食べますね、お弁当とかもそうだし。で、これは韓国海苔で、コストコのブランドでオーガニックの大きい韓国海苔売ってるんだけど、あれとあとこっちの値段と量を考えるとこっちの方がいいんだ。だからこっちを買ってます。サイズ的にも一袋のサイズの量も子供たちにちょうどいいから OK。 次に買ったのはこれ。これはね、私と旦那の夜のスナックみたいな感じ。チリライムだって、オーガニックです。試したことないけど、まあ、大体想像つくね。絶対美味しいじゃん。はい、次はオーガニックのチキンだよ。モモです、モモ肉。お弁当を子供たち、旦那も持ってってるから、
うん、これをさ、まあ、照り焼きに簡単に照り焼きにしたりとか、まあ、ももがあれば何とでもできるじゃない。簡単になんかちょっとトマトで煮つけたりとか何でもまあ簡単じゃん。だからそれ買ったでしょ。あとこのバナナはオーガニックなんだけどめっちゃ安かったっけ。普通のあのバナナより安かったもんね。多分まあ時間が来てるからの関係で3パウンド1ドル99だったのよ。でもオーガニックじゃないやつは3パウンドが何多分2ドル73とか多分そんな感じなんだよね。次はこれキャベツです。キャベツはさサラダにもなるしなんかお好み焼きとかさスープとかにもいられるからすごいいいじゃん。これ2個入りでいくらだっけ4ドル99とか多分そんぐらいなんだけどね。できればね玉ねぎもオーガニック買いたいなと思うんだけどこれがあれですよ。そのハワイでいう高いからさハワイって何でもだからねいろんなところで妥協しなきゃいけないところが出てくるのね。そうで昔はさメインランドに行った時とかはなんかそのスーパー自体がさちょっとナチュラル系のスーパーでウェグマンズとかねあるんだけどねそういったところはさもう自分たちで大きい畑があってで野菜とかを育ててるからもうオーガニック系のさ野菜とかフルーツでも結構安いのがいっぱいあったんだけども、まあ、今のね時短値段も上がってきてるしハワイだしっていうのでいろんなさ野菜とかフルーツとかも本当に高いわけ。今日スイカ買ったんだけどさ見えるかなここにあるんだけどねスイカ買ったんだけどスイカも12ドル99とかだから日本円でいくらぐらいよ2000円もいかないか1700円とか800円とかそんぐらいじゃない。まあ大きさを考えるとねいいかなって感じもするんだけどだからね部分部分で私も妥協して物を選んでるって感じかな。昔に比べて結構それがハワイに来て変わったところかなって感じもするけど。そうで次はこれ。これはねハワイで作られたビッグアイランドだって。ビッグアイランドで作られた暗くなってきたねキュウリなのね。一袋を漬物にしてでもう一袋はなんか普通にた何だろう刻んだりとかなんか食べようかなと思って2袋買ってきました。はい次アボカドです。アボカドは去年めっちゃ高かったよ。去年もう10ドルぐらいだった。これね10ドルぐらい今値段落ちて5ドル何ドル何とかとか、まあ、6ドルぐらいになったからさと思うけどでも全もう去年めっちゃ高くって買いの手出せなかったわ。そうでこれ皆さんこれ知ってるよね。これ多分日本でも売ってんじゃないの。あのサーモンのさやつこれさ美味しくない。あのねしょっちゅう買わないのよ。たまに買ってあー美味しかったなこれで終わる。でまた次買い物行くときは買わない。飽きちゃうから何回もしょっちゅう食べて飽きちゃうから。だけどこれはちょっと久しぶりにまた買ってみた。カルパッチョみたいな感じにして食べようかな今夜っていう感じなんでちょっとビデオ撮ろうと思います。すごい美味しいからなんかオリーブオイルとトマトとなんかチーズとかこうかけてさそれだけだから別に料理するわけでもない。本当にただカットして皿にのせるだけなんだけどすごい美味しい。おすすめです。あそんな感じか。であとねあとこのオートミルク知ってます？これもさコストコのブランドなんだけどねこれもオーガニックなんだけど超美味しいの超美味しいの、多分ちょびっと砂糖入ってんのかな。うん砂糖入ってるね。砂糖入ってるからだと思うんだけどちょっと見てこれさ6個しか入ってないんよ。6個入りとかで値段がねいくらだったかな10ドルぐらいだったかな14ドルぐらいだったかな多分そのぐらいだったと思うんだけどすぐなくなっちゃうの。これはもう本当に毎週週1で買っててここ3週間ぐらいずっと私が行ってるコストコに入ってこなかったのね。入荷 しなくってだから毎日の私のコーヒーの味が全然なんかもうこれじゃないねこうじゃないねこうじゃないねみたいな。今さソイを使ったのね。でソイの前はココナッツを使ってたんだけどなんかどうしてもやっぱりこれじゃなきゃダメなの。これが一番私の中ではコーヒーと相性があってすっごい美味しいししかも子供たちもさそのまま飲むのが好きなわけね。だから今日これ見てあやっとや入ってやっと来たと思ってやっと
やっと来たと思ってやっと来たと思って買ったの。超エキサイティングでしょ。で、あとなんだ、これだ、これだ、みんなこれわかるよね、これパンパンだよ。ほらナッツとかさ、いろいろ入ってて、プロテイン高めのホールグレインズのパンでございますよね。これでさ、ピーナッツバターブレッドとか言うとすっごいうまい、バナナ挟んで、すっごいおいしい。今日はね、そんな感じなんですよ、コストコ。あとね、後ろにあるの見えます？これ見えるよね。これはさ、これもコストコブランドの、これは昆布茶、ね、ジンジャーレモネードらしいんだけど、もういいじゃん、体に超いいじゃん。昆布茶にプラスジンジャーが入ってるレモネードだで、絶対体にいいじゃん、まあ、いいんじゃん。でね、聞いてくださいよ、私ここ最近ぐらいまで結構しょっちゅうお酒飲んでたの、結構しょっちゅうお酒飲んでたので、やめはしないけど、せめて週1か、まあ多くて週2ぐらいにしたいなって思ってて、でもやっぱりその代わりになるものが要は欲しいんだよね。そうで、いろいろ考えたらいいの、私がそのなんだろう、お酒の代わりになるのは、で健康的なのは今の昆布茶と、あとここに見えると思うんだけど、これはね、砂糖が入ってない風味のついたスパークリングウォーターの、レモンとか重いんだよ、レモンとね、ライムと、あとグレープフルーツのフレーバーがついたスパークリングウォーターなんだけど、砂糖が入ってないからさ、すごい飲みやすいの、飲みやすいのっていうか、何、なんかわかる、スプライトとかさ、コーラみたいな感じじゃないじゃんね。で、ちょっと私にはそのアルコールの代わりになるから、夜飲む感じが好き。だからこれを買ってさ、まあこのスパークリングウォーターは結構常にうちにはストックで、そうだね、普段いつも買ってんのって、そうだね、そのスパークリングウォーターとこのオートミルクと、このキュウリは、これはね、ノン GMO、遺伝子組み換えしてない種でできてるキュウリで、で、まあ、ハワイでできてるから、まあ、それもそれでいいじゃない、ローカルで。あと、うちがコストコで買うのは、そうだな、フルーツとか、フルーツ多いね、フルーツは基本結構高いから、コストコで買うことが多くって、メロンとかしょっちゅう買ってる。今日は買わなかった、うちにまだあるから。そんな感じかな。あとまあお肉もオーガニック系のやつは買ったりとかするけど、今日はね割と基本少なめで、はい、終わった感じです。だからよかった。そう、こんな感じです。コストコの紹介はまた次回できたらやろうと思います。でもボケてない、大丈夫。 OK、 そうしたら私はどうしよう、こっち、やっぱボケてるよね。髪さ、なんかさ、やっぱなんかあれじゃん、どんなの髪、ちょっと切ったんだよ自分でも、こうふわふわできるように、後ろが伸びてきたからね。だけど、なんだっけ、あ、そうです、今日のビデオ気に入った方はぜひ LIKE をしてくださいね。猫がみんな見てる、私のね、私のことはみんな猫が見てる。じゃあ猫ちゃん最後に紹介しましょうかね。ちょっとジェイドがいないんだけど、政治、これがセージです。来た時一番小さくてベイビーだったのに、いつの間にか一番大きくなってしまいましたね。セージくんです、かわいいです。はい、抱っこされるの嫌なタイプです。はい、で次がジゼルちゃんです。ジゼルちゃんは唯一の女の子ですね。ジゼルちゃんはこれ嫌っていうの、本当に嫌だね。あとジゼルちゃんはジゼルかジジちゃんかジーか、そんな感じで呼ばれてます。すっごくスイートな、ナイスな、とても癒し系でございます。はい、ジゼルちゃんです。で、本当ね、ジェイドって子がいるの、黒い猫なんだけど、ジェイドが多分どっかにいる、隠れて上だかにいます。
きくなったでしょ、みんな。そんな感じで皆さん、今日の夜はかほちゃんとポッドキャストの収録をしようと思います。第1回目、ぜひ楽しみにしていてくださいね。どうなるかわからないけど、私たちもわからない。まるで私たちは子供が隠れ基地作ろうぜ、イエーイっつって始めてるようなプロジェクトなの。だからウキウキドキドキワクワク、でもどうなるかわからない、いいっていう感じの感情で、あの、私たちやってますんで、とても楽しくなると思いますから、ぜひぜひ、あの、オンエアになった時にはぜひチェックしてください。で、あと、あの、 YouTube でも流そうと思うから、ぜひチェックしてね。ではまた、バイ。ABC, like I want you to sing with me.